3回目の接種について早急に検討する考えを示しました。田村厚生労働大臣は新型コロナワクチンの3回目の接種について必要かどうか世界で調査を行っており、データをしっかり分析したいとした上で、必要となれば早急に体制を整備しないとならないと述べました。3回目の接種をめぐっては WHO 世界保健機関が世界の接種格差を問題視し、年末まで控えることを求めています。